はい、えー、と、寸大の基本演習ですねあのこの寸大の参考書、まあ、マイナっちゃマイナなんですがとってもいいのとかとってもいいよ、うん、はい 1a と 2b がありますとはあでえっ、ー、とこれがそうだねさっき喋ったの如月木木先生のあの講義と一緒にね 進めていいったらいいかなと思うものですまあ何がいいのかって言ったら、うん、あのー、まあ初めにっていろいろ書いてありますけれどもうんええー、まあ基礎って結局何なんだ基本演習ってあるけど基本って何なんだっていうことがこれはちゃんと書いてある、うん、読み取りやすいっていうことですねまあ見てみましょう えーと、一次不等式うん、一次不等式ここを見てみましょうとはい、えー、この最初のねまとめのところはまあ木更津先生のところで書いてあるのでうん、飛ばしましょうかでこれですねあのー なんかできてない人がたくさんいるんですが、とても大切なことだよね。あの、台数って言って、文字式扱うときに、えー、かけたり引いたり足したり割ったりするわけだけど、うん、そのときに倍分けが必要なんだよ。その文字が何だかっていうのが分かんないから、うん、ちゃんと分けて考えてあげましょうっていうようなことがちゃんと書いてある。うん。A で割って、買い、えー、求めますが、不具合を割って買うことに注意しますと。うん。これが数学のま作法ですよね。 あの文字の使い方ちゃんと使ってる、うん、玄関先で靴脱いで上がるのと同じですね、えー、それがとても丁寧にね分かりやすく書いてあるこう詰めて書いてないよねこれが見やすさですねあの数学の回答を書くときもこういうふうに見やすく書いたらいいわけですね、えー、そういった美しさ見やすさ丸つける人のそれから自分が考える時のねあの整理のしやすさ を見てるることがでできるわけです他の問題集だとあのー、まあスペースがないからって言ってね詰めて書いてる問題集がたくさんありますがこれは見やすいわけですうんそうピーコル0の場合を考えてみましょうね素晴らしいちゃんと全部書いてありますねはいそういうわけです素晴らしいでまあこれについて類題があるとうん まあなんか例題があってその後のに流題があるのは他のね参考書でも同じでしょう。はい。えー、というわけでございます。で、えー、まあ不等式関係でねいろいろこう継いでいくわけです。見やすいですね。見やすいですよね。であと一つこの参考書というかあのこの著者の人名前何て言うんだっけ。えー、まあ共演集でねとても大切なのがあのこの考え方いう の前にまずこの連立等式は垂直線に解を表してみる、うん、こういうふうになんか見た時にその情報をどうその処理したらいいかっていうのが書いてあるわけですねあのでそれに続いて考え方っていうのがあって、うん、12で回答があってチェックこ,この3段階になってるわけですこれがね、あのー、見て取れるわけですねこの3段階になっているものが連立等式は数,々数,々数直線上に解を表してみるとこれが一番大原則だ で、考え方。うん。で、共通部分が連立統式の解となりますと。うん。で、第2段階の情報ですね。で、第3段階。うん。ここで、さらに、あの、別の情報が入ってると。うん。えー、これが解けるようになったときに、いや、そういや、待ってよ。こういうのにも注意してよ。っていうようなことが、ここに、えー、チェックのところで書かれてるわけですね。で、この書き方、この語り口調もとても優しいですね。 あの頭の中に入りやすいと思いますはいあのー、この問題集一番いいよと思ううんでこの問題集素晴らしいよねあのー、その不等式のところで同値同値であるとかこういうことをちゃんと書いてくれてるわけです細かいですね不等式の垂直線だけでも考えるうん細かいよねうん一個一個丁寧にうん 教えててくれてるわけです。こうだよこうだよさっきとうん変わんないよねただちょっとこう情報がこうなってるからこういうふうに見てみようよそういうふうに書いてあるわけですはいあの同地っていう言葉まあ難しいと思うんだけど如月先生しゃべってくれてるのかなうん細かいですねそここまで細かく説明してくれてるわけですまだあるよすごいね ああこれが他の参考書だともうパッパッと不等式こういう問題があるからこうやって解こうよで終わりになってるわけですでここのねこの参考書の場合は、まあ、野菜を切るところから始めて自分で一人でやってごらんみたいなああそういうことですああこれが数学の基本になるわけです一つ一つの,あの記号の処理ですねうん いいいんじゃないで、演習問題があると。演習問題っていうのは結構難しいのであのまあ飛ばしてもいいかな一番最初の人えー、飛ばしてもいいしやってもいいし挑戦したい人はしてみたらいいと思うようんえー、でこれは回答ですねうん回答はとても丁寧なので丁寧だよね例えばまあこれ見ようか なんちゃらよりこうなって、よってこうなってると。うん。あの、しかも見やすいよね。詰めて書いてないからね。<laughs> あの、まあこういうちょっとした一言もありつつのでございますと。うん。はい。で、えー、これ僕がまあポイントとしていつもあの比較してほしいなって思うところなんだけど、えー、三角関数ですね。うん、三角関数の説明、あやふやな参考書が多いんだけど、 ここはちゃんとこのクーラーを埋めようっていうところも書いてあります。あのー、丁寧に書いてくれてるわけです。うん。だから一般学はこうなってるよ。うん。そう、<laughs> 丁寧だよね。あのー、こっちもそうですね。うん、回答。そう。このっていうのが何なのかな？なんか当たり前のようにこう通り過ぎて、その書き方だけを押さえるけど、結局子供って何なんだよ。 そういうのがここに書いてあるわけですはい大体いいこの不等式のところとあと三角関数のところの,あの丁寧さそれがでまあ参考書を選ぶというかなはいうん丁寧だよねうんでどっかに書いてあったね えー、肝心なものここじゃないかあ三角関数もそうですねあのとてもじっくり書いてくれてる分かりやすいよ、うん、で三角関数でえー、っと僕がいつも気にしてるのはタンジェントの定義域が書いてるちゃんと書いてくれてる参考書と書いてくれてない参考書があるあのタンジェントの定義域 分かりますよね、皆さん。どっか書いてる、こ,この参考書あったと思うんだけどね。うん。うんああ、あったあった。えー、これですね。単純とは定義されない。うん。えっ、ー、と、この理由っていうのもう。 あの、キラぎ先生は喋ってくれてますね。確か喋ってくれてると思うよ。えー、というわけでございます。で、これ、回答。うん、回答も丁寧だね。見やすい。<laughs> そう、見やすいが大切。ああ、で、うん、こう出てきたね。あの、<laughs> この問題集は、うん、数学苦手な人をやったらいけませんという問題集ですね。えー、基礎と書いてありますが、基礎の演習、演習というか、あの、 っって言ったらいいのかなうんのかあれですねカンフーの達人がいや久しぶりにちょっと運動するかって言っても始めるような問題集うんわかる <laughs> 絶対地記号どういうことかって言ったら絶対地記号ねさっきのあの共演集ではえー、やたらいろいろ説明してくれたのがこれはこういうふうに書いてあると絶対地記号 簡単ですよ問題があって。で結局、あの喋ってる部分っていうのは、もうここなんですね。で、この参考のところは、あの、まあ、ほに参考なんだけど、うん。一番最初にやった人がこの参考、ここ読めるかって言ったら、ちょっと意味分かんないと思います。で、最後、ポイントがあるんだけれども、この意味が分からないよね、みんな。えー、だから結局、ここしかまあ読む部分がなくて。 で、しかもいろんな問題がもう組み合わさって出てきていると。そもそも絶対値っていうのをどうやって計算したいのか分からない人にはこれはかなりきついですね。えー、この1ページ、ミラキ1ページで絶対値記号は終わりなわけです。うん。残念ですね。で、不等式のところ、あのー、ああ、そう、0で割っちゃいけないとかっていうようなことも、えー、ここには書いてあるんだけれども、もうこの1ページだけですね。この1ページで終わりですね。 1>, 1ページで終わり。残念。うん。で、いきなり回答があって。うん。で、で割れないことに一このポイント。ポイント、こう言われてもね、って感じなんですね。あの、演習問題は、まあ、うん、本当に演習問題としてはいいと思います。あの、だけど、数学分からない人がこれをやってしまうと、結局何だったのかな。どれが大切なのかなというのが分からないわけです。 ああこの問題っていうのはむちゃくちゃ大切なんだけれどもえその大切さっていうのがわからないわけ時間かけてくれないからねああ何が一番大切なのか、うん、そのポイントがここで読んでもわからないわけですまあ一時不等式もありますね当たり前のように計算してますけれども誰、えー、に想定式ね一時不等式ここにもありますねさっきのなんだ一時 なんだああそ文字係数の方程式っていうのとこの一次不等式っていうのが分かれて書いてあるわけです、うん、でまたゼロで割ってはいけませんよとか割るときにはいろんなものがありますよっていうのがあの場合分けしなきゃならないんだけれども、うん、離れてるよねしかもなんかその前とのつながりが分からないよね、うん、この問題解けるようになりましょうっていうあのチャート式の感覚ですね、えー、これはチャート式の あのー、仲間です。ちゃんと式をもっと分かりやすくしたようなもの。うん。それがこの本だね。うん。あのなので僕はお勧めしません。絶対値。ま、来たねまだね絶対値。飛んでるよね。さっきの11っていうのあったね。そう絶対値9号。これとこれが何でこんな離れてるのかがわけがわからない。同じじゃないか。 えー、なんでこの離れてるのか説明してください。あの説明で聞きたいですっていうか、うんの離れてて、うん、いいことあるのかな。うん。ということです。えー、で、まあ今度は不等式になりよと。はい。こういうことですね。 うん、絶対値金の使い方は1、18と同様に、18番の大原則ですが、ポイント1の使い方で使けるなら、場合分け必要なだけ楽です。うん。ポイント1の考え方が使えるなら、ポイント1って何これか。うん、場合分けなだけで楽です。これを先に喋るわけですね。つまり解放ベースなわけです。解放ベース、言ってしまえばね。よろしくないと思うんだよね。 はい、というわけでですす、ね。まあ、一不等式の応用といいうふうに書いてあります、うんえー、僕はお勧めしない理由っていうのはあのー、まあ第一にこれやって数学の実力がついたこれよりも上のレベルに行った人がいないという事実ですねあ僕の身の回りではね、うん、もうこれやってや,やりきったら終わりになってしまうということです。うん なんでかって言ったらこれそう問題集だからねそう教えてくれてないからね解き方は教えてくれるけど数学は教えてくれてないわけですうんか倍 <laughs> 分けが必要ない分だけ楽ですでねすごいよねそんなことを成功に書くんだようん、不登校の向きわることを忘れてはいけません うん、この言い方の違いわかりますかダイトの共演るとの違い。忘れてはいけません。うん、そう。不等式を求めて X の加えた部分になりますと。うん、忘れてはいけません。<laughs> 忘れさせないようにさ、あの、構成をしてくれたらいいんですが、うん。ちょっと戻ってみてみましょうか。うん えー、例えば不等式のところか見てみましょうかうんあ不等式これだね、えー、まず絶対気を発しますのを考えますこういう関係が成り立ちますよ考えますと考え方うん忘れてはいけませんとか書いてないよね <laughs> うん あのー、そうこれ絶対覚えとけよってうん学校の先生もよく言いますが覚えられないから困ってるんだよねうんまあというわけで、あのー、こっちの寸大の先生の方がもっと謙虚です、あのー、受験生に対して真摯な態度で。 書いていると思いますうん。そうですねはい、えー、以上でございます寸大の基本演習あの絶版にならないようにねみんな会議会に買いまくってください本当に問題集ですあみんな買ってくださいはいおしまい